中井隆です。高校球児です。お願いします。お願いします。はい、来ました。はい、なんか知らないぞ。何ですか？なんか持ってきた。当たり前ですか？持ってきてるやつは数字が伸びてないんだよ。大丈夫かな。そうなんですか。はい、今回ですね、はい、豊さん、はい、結構グルメじゃないですか今回の企画。はい、高木豊さんに聞こうグルメの旅。グルメの旅と言いましたけども、まあ、食通の豊さんに、はい、このおすすめのお店とかを聞いちゃいたいなっていう。まあ、いろいろ全国行ってるからですよね。だから全国もありますし、美味しいところはよく知ってる。はいはい、だからどこ知りたい？キャンプ行った時とか。関東圏内は絶対聞きたいです。東京とか。東京はさ、お気に入りはね、最近西麻布のダブルってある双子がやってるんだよ。お前行ったことある？あります。ありますよ。もう、あそこは本当に美味しいです。なぜかっていうと、はいはいはい、俺山口県出身じゃない、はい、で彼女たちも山口県出身だ、はい、でやっぱこう話が合うのと、山口の素材を使って料理を出してる、はい、で最後の名産瓦そばというね。いやー、あれは本当にめちゃくちゃ美味しいです。あとね、はい、六本木にさ、やっぱちょっと行ってるところが結構、ね、いいとこ行ってますね。さすがだな。あのお寿司屋さんがやってる、はい、お寿司屋さんやってる、お寿司屋さんがやってる、そこそばなし風に言っただけの、あ、そういうこと。 JK みたいな、ここだけな。お寿司屋さんがやってるね、アフレガ的なお店がある。おい、名前忘れちゃったんだけど、これは、そこでお寿司も食べれるし、お肉も食べれる。おー、スタミナ太郎ですか？バカ野郎、そんな安いもんじゃない。寿司も食べれるし、肉も食べれる。あ、そうか、そういうとこあるの？あります、あります。それの高級版かも。じゃあもしかしたら、今はね、はい、やっぱこうイタリアン、スパゲティも食べれるし、お、肉も食べれるし、シメリアン、お寿司も食べれるし、すごい。まあそういうところはすごいっすね。まあ最強焼きとかもあるし、そこら辺はね、ちょっと最近気に入って俺が行ってると。あ、結構もう普通にプライベートで行ってるんですよ。だからあんまり教えたくなかった。教えたくないですけど、お店の名前わかんないです。ありますか？あのね、飯倉片町交差点の近くの3階の。だいぶちょっとこう狭まって、狭まってきましたね。安倍さんの3階、はい、ぜひ皆さん調べてみてください。そこに行けば豊さんに会えるかもしれない。ありますか？他じゃあ地方とかもじゃあ結構地方は、ね、あるってことですか？これはね、ナンバーワンはね、はい、広島の富士屋っていう焼肉屋さん、流れ家っていうところにあるの、はい、まあ、一応会員制とは歌ってるんだけど、うん、そこの焼肉を食った時衝撃を受けた。何食ってもうまいんだよ。で最後のおじやがちょっとピリ辛のさやつだ、これがまあ絶品。で大将と仲良くなって、小浜で風邪ひいたって連絡するじゃん。じゃあおじや送ってやるよって、まあ、送ってくれるの、まあ、それ食べたら元気になるというさ。へえ、すごい。でも そこはね、野球選手がいっぱいいる。あ、昔から。そうなんすね。じゃあ、お、お前も来たのかと食べて、大将お会計って言ったら、いや、もう払っていただいて。うわー、かっこいい。焼き肉会って大体そうじゃん。あー、そうなんすか。で、豊さんも結構やったりってまあ、たまにやったけど、せこいやついるんだよ。え、その中でも。あ、その中でも。まあいいや、その。なんすか、同じチームを言ってて。本世は仲良かった。あ、そうなんすか。ある球団の、はい、監督と監督がここに食べてた。そう、コーチがたまたま一緒になって食べてた。そしたら、この監督が先に帰ると、じゃあお酒聞いてくれ、あー、お疲れ様ですって。監督だよ、はい、で、コーチだよ、はい、従ってる、うん、何にも払ってない。え、監督は、え、もうそのままじゃあ、自分の食べた。いや、うちの球団じゃないよ、はい、うちの球団じゃないけど、はい、まあ聞いたことある、なんか関西のチーム、関西のチーム。おいとか言って、そいつと仲いいの。普通払いませんとか言って、あんまグルメの話じゃん。グルメ全部夜じゃないですか。達成して俺をあの呼び戻せよ。いや、それで、はいはい、それで誇張セリフなんですね。あ、そうか、富士屋の話で今。あとはね、キャンプの時沖縄で、まあ、いいっすね、いいっすね。サンっていうさ、シャブシャブ屋さんがある。シャブ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 、もずく、沖縄もずくとか、はいはいはい、で、そのポン酢がシークワーサーポン酢なの。おー、これはうまいんだよ。もうなんかいいっすね。すごい。だからもう、本当にね、いろいろある。今ね、全国いろいろ聞いたじゃないですか。うん、そうね、ここだったらここみたいな、うん、じゃあ、トータル豊さんは
結局もう本当その中ひっくるめて何が一番全部全部ひっくるめて全部ひっくるめてね、確かそれは好きなの肌になりますね。もうめちゃくちゃ気になる。まあね、味覚、視覚とかある。お皿もこんなんで出すの。ああ、ありますね。わあ、こうおしゃれで綺麗な盛り方してんだって、うん、これはちょっとオフの時に、はい、みんなで打ち上げに行った時の、はい、体盛りかな